子育て講座に参加してたくさんのママ友に出会うことができ、不安がなくなりました。生駒市のお母さんはとても元気な方が多くて、私もそんなキラキラしたママになりたくってスクラップブッキング教室を始めるところです。これからは家や世代を超えたつながりが大事になってくるんですけれど、生駒はそれが実現する街だと思っています。